ある日海辺を歩いていた劇団ケーズプロデュースの座長小太郎はたまたま発見した玉手箱を開けたばかりに竜宮城へさらわれてしまったのです。そこで彼に与えられた使命は竜宮城にいるタレントの卵であるマーメイドたちを一人前のタレントに育て上げること。今日も彼は劇団の稽古に行く時間を気にしながらもタレント育成インストラクターとして奮闘するのであった。